てかいつの間にか結構端の方来とるし、それより上に行きたいんやってね。あ、こっちで合ってるな、上。じゃあこう曲がったらか、あれ上に行けるこれ。え、ちょっと待って、上に行けないように気がするんやけど。あ、こっちで合ってるか、上に行こうと、アイコンが上に行こうとしてないぞ。ちょっとこっちじゃない？あ、けどいいところ見つけてしまった。よっしゃ、帰る前に、つうか、方向変える前に、ここ掘っていこう。うん。バラがあったんで、もういろいろバラも回収しておこうかな。なんかに使うかもしれないんでね。あれ？アイテムいっぱい。いらない。バナナいらない。バラの方が欲しいわ、俺は。情熱の赤いバラを。そしてジェラシー。あ、懐かしいなんかこれ。知ってる人は知ってると思うけど。お、上いける上いける、そっちもそっち、オッケーオッケー。もうなんか松明でも湧き飛ぶし、めんどくさになってきた。ここら辺でちょっと左に曲がってこっち側に行ってみようか。いるじゃないけど、そんなに敵わかんだろうけど、とりあえず今回はこの地図で攻めしてる分と、ちょっと外側行って面白いもんがなければすぐに退散して、で、まあこの地図の全体分ぐらい探索できたらいいかなって思ってる俺。それ以上行って帰れんようになったら、あれやけんね。泣く。お、湖、湖。お、湖。湖っつうか、池っつうか、どれだろうな。とにかく、水がたくさん。なんか、何かな。湧き潰し、ここはしとこうかな。なんつうか、あれやけんね。あれやけん。お、こんなところもある。あるけど、素材ないな、なんか。ありそうで、なさそうな、その松明。意味わからない。自分で言うてちょっと、面白い言葉を浮かばんかったとき、意味わからない言葉になってしまう。要はあるよ、という、俺としては。おいおいおい、豚ちゃん、遊ぼうぜ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 、おっしゃー。何してるんだい、こっそりして、メソメソして、どうしてんだい。のろまに動く君は、お、お、お、肉だよ。ウォーウォー。あ、かわいそうな歌。お、それこそ面白そうなところ来てしまった。ここは湧き潰し、外側はしておいて、バラもめっちゃあるし、バラ回収とともに、この中のちょっと見てみようじゃないか。なんか出そうな感じのところやけど、それ以外、お、そこそこ面白そうなとこ見つけてしまった。見つけてしまった。まだ動物探検するかもしれない。するかもしれない。わー。でも今回はちょっと、やめとこうかな。前回のあのトノラウマもあるし、それが家でからにしとこう。ここら辺のちょっと浅いところでの、回収だけにしておこう。地図だったらどのぐらいになるんか。おうおう、やっぱ地図便利やな。どっち側に何があるんかとか覚えられる。オッケーオッケー。いや、とりあえずもう浅いところので済まそう。浅いところのだけや掘ってから済ます。うん、けどダイヤモンドとかさらに確保するためにここ寄る必要は出てくるかな。今度いつかは出るんじゃないかな。やった、ダイヤモンド。あ、ちょっと、あ、よし、あ、ちょ、アス、アス、アス、やめてよね。そういう、ちょっと、突然出てくるのやめてよね。俺の鉄、よくも俺に鉄装備を使わせたな、鉄の剣を。ちょっと焦った。今なんか変なドロップしたけど、なんだろう。赤いもんドロップした気がするけど。気のせいかな。ん？ゾンビーフではなかったけど、あれ？赤いもんなんかドロップせんかったかな。気のせいかな。なんか赤いもんが出てきた感があるんやけど、ゾンビーフじゃない気がするんやけどな。
何やろ。まあいいか。ああ鉄のピッケルがー、ピッケルまだない、あるまだ。普通に鉄のピッケルがまだ用意されとったわ。おいおい、周到や。わーやった。ここ終わり。この先は、あ、ここで終わりかーい。ちょっともうちょい先あるかと思ってたら、こんなところで終わりかーい。なんじゃい。この先はあんま行かん方がいいだろう、今は。あ、夜になっとる。やったー、敵との戦闘フェーズ第2弾ですね。おう、その前にちょっとこっち見ておきましょう。やっぱ下降りるの今度にしておこうじゃないか。いつになるかわからんけどね。じゃあいつやるか今でしょうとはならんと思う。すみませんね。下手すりゃもしかしたら実況としては出さずに作業枠ぐらいでツイキャスの生放送でやるかもしれません。なんでちょっとツイキャス見ようぜ、みんなツイキャス見ようぜ、俺のツイキャス、節キャスを見ようぜ、節キャスだぜ、見ようぜ見ようぜ見ようぜ。ちょっとした宣伝であります。あ、クレープ落ちた。あ、落ちた。あ、こいつ落ちた。あいつはまあ逃げれないよ。 そっちには逃げれないよ。オッケー、俺も逃げられないよ。クリーパーから逃げられないよ。もうクリーパーの爆発何度見たいんやん、今日だけで。まあいいでしょう。要するに自分が爆発に巻き込まれんかったらいいんです、いいんです。いつの間にかクリーパー来てた。ちょっとまあ結構来るね。今日は結構クリーパーが勢揃いだね。クリーパー48ってもう何だろうか。大きく降りすぎて、おお、なんか地下への道開いてやがる。やるなクリーパーめ。ちょっと気切っとるし。あっ、雲来た。つけると思う。一旦離れろ。よし、やるんかお前、やるんか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 、まだやるんかお前。あーち、行って、あっ来た、雲が来た。そしてちょっと同時とかやめてえな、とんでもないか。それでも問題なく倒せればな。あー、いつまにか対スケルトン用装備が消え去っとる。でなんか俺上着だけ脱いどるっていう、なんか変な格好しとった。忘れとった。耐久度は少なかったんだった。ありがとう。顔装備よ。君の栄光を忘れない。またドロップするよね。するよね、ゾンビくん。じゃあまあ、ちょっとブタくんがクリーパーの爆発に巻き込まれて死んだ。クリーパー何しようお前。ブタを巻き込むことないやろ。まあ俺としてはありがたいんやけどね。いつの間に、いつの間に、あー怖、デンジャラスな夜だな今日は。デンジャラスナイト、君はこの夜を生き残れるか。すごいな今日。めっちゃなんかノーマルにしただけでめっちゃ戦闘起こるやん。ノーマル万歳。後ろのスキルともちょっとダメージを負ったはずだよ今ので。よっしゃー、ほらほら、オッケーオッケー。え、何、あ、雲おった、雲おった、穴に飛び込まされた。問題なかったけどね。おお、経験値30。もう経験値って俺あれなんよな、エンチャントにしか使わんイメージないしかないんよな。エンチャントにしか使わんような気がするんやけど、どうなんだろうそのところ。知ってる人教えてよ。
あー鉄の剣まで壊れた。剣なくなった。剣なくなっちまったよ。新しく作らな。さすがに。あとその前に作業台作業台と。あ、ちょっと待って。剣作りを途中。ちょっと次々来るのやめてよね。あと食料食ってかな。めっちゃ腹減ってるから。ちょっと待ってね。よしよし、いよいよ。ホワイトだ。待たせたな。で、めっちゃ、なんか、すごいもんついてない。ちょっと、お前、めっちゃすごいもんついてない、お前。ドロップしろや。ドロップしてくれ。俺にくれ。それを俺にくれ。あー、くれんか。帰ってたの、弓。弓落としてる、こいつ。ちょっと欲しいな。この弓なんかついとったりするんかな。あれ弓は？ああ、あるはあるけど、そんな、なんか耐久度めっちゃ減ってる。いらねえ。やっぱいらねえ。お。俺の作業台周り、うろつくなよ。クリーバー。そう。俺の作業台やと。あええふ俺、クリーバー不発させるん苦手じゃねえ。爆発させて殺すタイプの人間だったわ。恐ろしい、俺。そうそう、アイテムがいっぱいだ。何かを捨てよう。サトウキビ欲しいな。かわいるんかな。おい。あれ何と入れ替わった？これか。いらないわい。それより作業台を回収したかな。拠点に帰ったら作業台なんかあるんやけどさ。今使う分。おら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 オッケー問題なし。おいろもうこんな上のとこまで来とったんじゃ俺。こういったらこうなれんけん。こっち行けば右側のエリアに行くわけじゃ。あれ行ける？行けるわん。こっちか。ちょっと地図がなんか変な方向行ける。俺の思った方向に行かない。こっちではとんか右に行きたいんや。右っつか東か。地図やき東って言うべきだったか。あれこっちで合っとる？ちょっと。俺ちゃんとした方向いける？いけるわ。あ、いけるな。じゃこれを左に。いや、ちょっとあれ？ちょっとそっちじゃない。そっちじゃない。俺の行きたい方向そっちじゃない。俺地図で言うどこ行きょんかちょっとわからん状況にあるよ。こう真下に南下する感じで南下する感じで一挙ってことはこっちか。こっちに行ったら右か。ちょっと違うじゃね。ちょっと地図の表記おかしくね。ちょっと地図、あ、一挙一挙一挙、そっちそうなんだかんだ言ってちゃんと一挙んで。オーケーオーケー。この湖ちょっと気になるな。わしは川よ川を泳ぐ下流どうさ。わしの手にかかれば敵はここにも何もないんか。ちょっとお、あるやんよ。見たら何もないやんとか言うて。あるやん、鉄あるやん。クモの声が聞こえてくるけど無視しとこう。お、あるある。これだから探検は面白いんだ。あ、終わりか。じゃあ出て行きましょう。あ、バケツ潰ししとこうか、奥まで。ちょっと俺、母さんに習ったんだよね。ちゃんと奥までバケツ潰ししなさいってね。どんな お母さんだよ。じゃあ今日のところはもうこの川南下して南下っていうのどっちの方が下っていく方なのか分からんけど、とりあえず降りていって南の方にこの川を泳いでいって、拠点があるんで、ほら拠点があるんで、もう今回はここまでにしてみましょうかね。結構いい感じで手に入ったし今日は満足かな。戦闘もなかなか楽しかったぜ。みんなまあいいや。じゃあゴイラでちょっと今日の試
収穫を見せていきましょうか。まあ、とりあえずね、鉄の鉱石や石炭は当たり前ですよ。コインは当たり前のクラッカーで手に入ってきますよね。なぜか雲の目が2個もある。糸、弓に使うか。そんなにいらんだろ。サトウキビ。地図をもっと大きくするために使いたいところ。あとそうだな。あとは矢がちょっと増えたな。もう撃ってないところから、さらになんかスケルトンの撃ってきたやつを拾ったけんね。ドロップしたやつもあるし。そんな感じ、なんか30何本ぐらいだったんが51本に増えとる。あとなんだろう。弓を1本、耐久度めっちゃ低いやつをドロップしたんと、そのぐらいかな。逆に損失は、鉄の剣とかそのあたりが壊れて使えんようになったかなってぐらい。まあちょっと上々な結果でしょう。動物探検じゃないわ、動物探検もそうやけど、探検鉄のやつは結構面白いね。よかったよかった。というわけで今回はこの辺で終わりとさせていただきましょうか。なかなか面白い戦いでしたね。じゃあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。 See you again。